こんにちは。と、まっです。今日はですね、激ヤバコイン買ってみたー。これやりますわ。はい。おそらく、誰も買ってないであろう、新コイン。その名も、中赤コイン。まあ、おそらく罠ですね。まあ、ただね、まあ、引かないのに、罠だっていうのは。それは違うから。うん。さすがに買おうと思う。さすがに買う。6400円。やばすぎ。6400円ね。ニャンボと一緒だから、ちなみに。ニャンボと一緒の値段。ジュレン EX より全然高いからね。当然。当然、この一番いいコイン、ジュレン EX より高いし、もうなんならこのエラベール。エラベールよりも高いからね。うん。買っていきまーす。はい。ちょっといっぱい買いました。後で言いますね。はい。後で言います。で、これ中身見ると、超赤コインね。なんか、勇ましい族だけ出ますよーって言っとるんやけど、ちょっともう、このウルトラ Z のやつも強くないしね、これ。これ強くないからね。この剣を。これ強くないからね。うん。これ見てみると、さすがになくね、これは。確率も別に高くないし。これ、ニャンボーと同じなの、このコイン。マジで言ってる。0.5。多分これ出ないでしょ。出んのこれ。SSS も入ってるし。え、これ出んの？一番さ、まあ当たり、まあウルトラ Z だからランク的には高いやん。この剣王も当たりじゃないからね。もう一個の剣王。もう一個の剣王ね。この赤い方。こっちだったらさ、強いよ。これは強いんだよ。これ大量消しだし。で、後ろがあれなのよ。種族効果アップなんよ。勇ましのね。だこれだったらまあ、わかる。まあ、それでも高いなと思うけど、それでも高いなと思うけど、まだわかるけど、この剣王でもないから、ちょっと、謎なんだよね。まあ、行きますか。ちょっとね、買いましたよ、ちゃんと。ちゃんと買いましてですね、あれ、コインどこですか？こっちか。はい、こっちでですね、はい、買いましたよ。めっちゃ目立つ。ちょっと、あれだ、間違えて3回買っちゃった。間違えて3回買っちゃった。え、これ分けられるんだね。あ、おまけで1個来るからか。11個なんよ。6400円で。あ、これ無料版になるんだ。あ、そういうことね。なんか配布で来るとかじゃないのね。これ無料、有料なのに無料版になるのね。なるほど。え、どうする？あ、ちなみにこの辺も買ったんだけど、一応ね。比べるために。目指せとか、EX とか。とりあえずさ、30連行く？とりあえずじゃあ。行くよ。大丈夫？大丈夫？はい、行きましょう。新コイン、超赤コイン。いきまーす。レバー1。10個よ。行ってこい！確認が多いな、やっぱ。罠コインだから。わかんないから、でも。まだわかんないから。その数字上のあれだから。まあ、でしょうね。でしょうね。ほらね。Z ランク、Z ランク。だからしかもこれ、ほぼ Z ランクじゃねこれ。これやばいや。これやばいだろ。これやばくない？ほら。ちょ、待って。勇ましい。まあ。でもある。別にあるじゃん、それは。別にニャンボでもあるし。まあ、まだ早い。まだ20連もあるし。残り3連も残ってるし。まあ。確認長いな。よし。行こう。まあ、1回ぐらいはちょっと。33連引けるから。おっと。あ、待って、団子三兄弟付きは熱いっていう。追加されてない、そういうなんか、ガチャ演出。お！あ、この視点同士。将棋の視点同士じゃないのかよ。誰だよ。まあ。ダブルゼータ出たよ。しかも、虹だから。ダブルゼータ。ちょっと待って、これ、ウルトラだったら、ちょっと俺嬉しいよ。剣王だったら。限界突破が。剣王来る？罠だろこれは、うん、今の運良かった方だと思うよ。虹来ただけでも良かった方よ。待って、アゴー、ちょっと出ない。もう一回虹出ない。もう一回さ、3個だ。おっとほら、やっぱり引く前から決めちゃダメなんだよ。やっぱり。
30連からだね、判断するのは。ちょ待って、マジこれウルトラデッド出たら俺別にわざとは呼ばないからね、言っとくけど。トリプルで2枚でも言わないね。うん、行くよ。ウルトラ出るかけー、トリプルトリプルトリプル、メラメメラメ、トリプルトリプルからのこれが、これが、あーダブルだー、ダブルだー。まあ出たけどトリプルは出たわ。あー中途半端だな。まあでもな、さすがにちょ値段からしたら罠かな、さすがに。なんかトリプル出たな、まあ、それだけでも救いだけど。あーウルトラ Z が良かったな。まあでもまだ3枚あるから、ちょこれ最後に引いていい、この動画の。ちょっと他のコインと比べてみたいな。ちょこれだけ引いていい、せっかく買ったから。え、でも絶対さ、勝負順からいく。これ3枚連続でいける。だから正直目指せとかの方が良くない？トリプルゼータコイン誰だっけ。あ、5円もか、5円もか。これ何百円とかだからね。まあ1回しか引けないけどさ、これ5円は多分出したことないよ。え、あ、そうだったっけ。なんかこっちの方が良くね。だってさっきあんだけ頑張ってさ、2時3回か合計出てたけど、もう一発で3個出たんだけど。ちょ待って、何これ。どこで神引きしてんねん。ちょどこで、ちょだったら、え、初めて出たわ、すげえ。え、これ全部極円マンみたいなことない、さすがに、ね、え、すげえ、え、暴走回路、え、強っ。え、まあこれは弱いけど、これは弱いけど、え、絶対こっちの方がいいやん。え、ちょ待って、俺ここで運使うんだったらさ、次のさ、目指せウルトラ Z コインでさ、クロスエンマ引きたかったわ、マジで。もう運使っちゃったな。ちょ、これクロスエンマ出ない、クロスクロスしていこう、クロス。いいよいいよ、頼む、クロスしていけ、クロス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 。全然同期、全然同期。はい、え、すごかったね、目指せダブルゼータコイン、やばくない、初めて見たわあんなの。ってことでちょっとだけこれ引く、超10連 EX で最後これ引こっか。ちょ、コインの日になっちゃった。予定変えてコインの日になっちゃった。絶対こっちの方がいいよね、まあ、これはもう言うまでもないんだけどさ、今回誰だろう、ウルトラセット。誰、やべえ、確認してね、まあいっか、そのドキドキ感を味わうか。え、誰だろう、ウルトラゼットいるよね、さすがに。誰かな、このコインの方が絶対いいもん。だって2900円だったでしょ、このコイン。金も多いし、もうちょ、2次タップでいくね。もう金、ちょっと多いからさ、今回。ほら、勇ましだし。あ、そうか。まあ、そうかか。まあ、まあ、別になんもないわ。なんもなかったわ。でもほら、まあ、これはちょっと渋めだね。これはちょっと渋めだったけど、EX はマジでいいのでか、もうちょっと回していい、あと2回ぐらい回していい。そしたら最後、奇跡の超赤コインで行こうか。あれ、あ、俺もうあれ極円魔出してもう終わったんじゃね。さてはさ、あのね、まあまあもう実質にゃんぼだね。にゃんぼの E 版だからこれ。うん、あれ、まあ、ネイクス超赤コインも30連だったしね。あれちょ待って、渋かったやつか。ちょ、これないな、これ多分ないわ。え、マジでもうちょっと EX って良くなかったっけ。ああ、トリプル出たね。シューだっけ、シュー。これ全然やっぱほら、まあさっきもトリプル出たけど、あ、でもそう考えると、いや、でも絶対こっちの方がいいよな。もう一回だけいきます、もう一回引いて、超赤引いて、ちょ1枚ぐらい残しとかないとね、なんかあった時のために。ちょ、最後虹で締めたかったな、虹で締めたかったな。ほら、金7、あ、また出た、シュー、またシュー。ってことで、はい、お待たせしました、超赤コイン、まだ残ってるから、3枚分かんないから、虹もあるから、いきましょう。はい、これで罠か決めたいと思います。いきまーす、レバーオン、アオン、虹、まだ分かんない、まだ分かんない、全てを開けるでいきましょう。分かんない、金からウルトラセットもありえる、ありえる、ありえる、うーん、絶対罠。